じゃあ、まからちょっと30分ほどお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。市民の力で節電所作りというと、今日ちょっとこの話の中で3つほどお話ししたいなと思ってまして、1つはその節電所ってなんだっていう、その節電所の考え方ということで、もう1つが、2つ目ですね。2つ目が今年1年間、いろいろとうちも頑張ってやってきまして、でそれこんな風になりましたよっていうふうな、その実践事例の報告をさせていただいて、あと最後に10分間は、いろいろやり取りできる時間があるということですので、ぜひその節電所をどこどこで作ったらどうかっていうご意見をいただきたいなと思いまして、僕としてはそこが一番メインですので、ぜひちょっとお話聞いていただきながらいろいろご意見いただきたいなというふうに思います。で、最初にちょっとスライド、この資料あるんですけれども、実はこの後いろいろがちま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 直してしまいまして、出てくる絵がちょっとあれちょっと違うよ、ちょっと文字が違うよってことになってますので、画面見ながら補完的に資料を見ていただければなというふうに思います。で、じゃあちょっとスライド使いながらお話しさせていただきます。で、これ一般的な話でちょっと最初に節電っていうところの話なんですけれども、こういうグラフって見たことございますかね。これ1967年からどんどんって年代が上がっていってるんですね。で、これ季節です。4月からずっと夏で3月になってます。で、昔は言えば別に低いですね、ベースも低いんですけど、何が低いってまたピークもないんですね。やっぱこれだんだんエアコンの影響だったというのは間違いないんですが、これ全国10社の電力会社10社の合計なので、低いだともう少しここの冬がピークが出ると思うんですけれども、こんな風に課題でベース&ピークと書きましたけれども、やっぱりもうベースが上がってるっていうこととピークが上がってるっていう、この課題が現状が実際あるということです。で、もう一つのグラフがこれ IEA って国際エネルギー機関、この前うちの節電所の講演で、パク先生という方に、環学の先生なんですけれども、お話しいただいた時にご紹介いただいたスライドで、これ例えばその温暖化対策として2度以内に抑えるにはっていうので、国際エネルギー機関 IEA が表してるというか取り組もうというデータなんですね。で、ここの2030年に 450ppm に抑えると、今はもうすでに 400ppm に近いというか超えてるというか、そのラインをこういってるんですけれども、どうやって この一番下のラインにしていくかっていうのに、もちろん地中に CO2 埋めようっていうのもあるんですけれども、原子力もあります、再エネもあります。で、一番効果高いって言ってるのはこの国際エネルギー機関というか、どちらでも原発推進のところだと思うんですけれども、ここもある意味効果が一番高いのは省エネだよっていうふうに発表しているというか、そういうふうな研究結果を表しているっていうふうなデータです。で、こういう節電の背景というのがありまして、うちの方で去年とか今年25年でやりました。で、この環境省の補助事業を使いまして、地域活動支援連携促進事業ということで、何かしらでくっついて促進さ、地域づくりをしながら、そういう CO2 削減、エネルギー削減をしていこうというふうな事業です。で、今年はこの福井節電所コンソーシアムという、団体、実行委員会みたいなものなんですけれども、それは駅前の商店街とか、まちづくり福井とか福井市、あとは照明のアドバイザーの方をと一緒にグループを組みまして、事業をやってきました。なんか今日ちょっと緊張してますね、喋りが早いですすいません。で、すいません、節電所っていうところで、今日この本持ってきたんですけれども、ネガワットっていう本なんですね。で、ネガワットっていう単語自体聞いたことある方いらっしゃいますか。知ってるよって方手挙げていただいてもいいですか。知らないよって方手挙げて、どちらでもない、あ、知らないよ、すいません、ありがとうございます。関西電力が結構ネガワット契約っていうので新聞にも出てて、知ってられる方もいるかなとも思うんですけど、ちょっとですね、せっかくなのでこの本の一節をちょっと今朗読というか読まさせていただきますので、これ読むとなんとなく節電所ってふーんっていう風な感じで思ってもらえるかなと思います。はい、158ページです。節電所とは何かというところです。新しい発電所のアイデアで、世界の最先端を行く発電所には煙突も冷却塔もなく、核分裂を行う危険な原子炉もない。また燃料を運び込む必要もない。この発電所が生産する電力を
顧客のところまで何百キロも輸送する必要もない。節電所も変電所も必要がなく、変電所も必要がなく、送電ロスもなければ汚染物質が排出されることもない。建設期間は短く、計画から数週間か数ヶ月も経てば発電を開始することができる。でこの上、この発電所は段階的に建設していけるため、全体が完成していかなくてもできたところから順に発電を開始することができる。もう一つ、この発電所は顧客の住んでいる場所にあり、顧客のものである。しかも騒音や汚染を出さないので、誰にも迷惑をかけることなく、それがあることに気づく人さえほとんどいない、というふうな形で、あの節電所とは何かというのは、まあ、ちょっと何でしょう、物語的に書いているところなんですけれども、うちの事業、今年その地域連携で省エネ CO2 削減ということで、この節電所っていうのをキーワードに、今日の高井さんのお話でもありましたエスコ事業であり、あの市民、あの市民協働、市民ファンドっていうふうな形を使ってこの事業を組み立てていきました。で節電所っていうのは、この本あの結構古い本でして、1996年にあのドイツで書かれた本を、このパク先生という方が2001年に訳されてあの出た本です。でちょっと節電所の仕組みを説明します。簡単ですが、より簡単に書いてみましたので、あの分かっていただければと思います。でこれ発電所のつもりです。で節電所、これまで発電所から 100W もらってました。でこの電球 100W 使う電球なので、まあ、これ光ってますね。でこれ光ったこっちの残りは、まあ、メーターがあったとしても、これ 0W なので、ここら辺は点灯しますね、というのはこれまででしたと。で節電所化したら、この 100W が 40W の LED に変わりました。で発電所から同じ 100W をもらってくると、ここで 40W 使うので残り 60W は余ります。でこれで例えばこの 40W の LED とか、まだ残った 20W で LED をつけることなんでしょう。ということで ここですね、発電してますね。で 60W 分発電しているというふうなことになるんですね。でこれはあの今のは、例えばこれ1個のお家の中で考えたら、お家の中のある機器があの節電所に変わった、まあ、発電所になったっていうことなんです。でこれを、まあ、町ぐるみでもっと考えていくと、例えば学校とかそういう施設であれば、まあ、100キロ、まあ、これキロワットで直しただけなんですけど、キロワットで直す、例えばあのマンション2棟分だとか、お家40軒分だとか、こんなふうなことがあの節電所、あの施設を変える、省エネ化するだけで変わると。でこれまではですね、ここで電気がない、ここのうちの分が電気がないとなりましたら、発電所を作らないといけなかったわけですよね。でこの論議でどんどん発電所を増やしていって、あの電気 その需要、あの需要を満たしてたっていうことなんですけれども、これからは問題解決のように節電所への切り替えで十分、逆にここ変えていけばここだけが発電所というふうな役割を担うので、この発電所を何かしら増設していかないといけないという発想から全く逆にガラッと変えることができるという意味で、あの結構節電って、これネガワットっていう本なんですけれども、なんか少しネガティブじゃないですか。どうしてもネガティブなんですけれども、あのそうじゃないんだな、なんかこれもっと作っていく話なんだなっていう、節電切り替えるってことがあのプラスのことなんだなっていうふうなのは、あの僕はぜひその先生のお話を聞いたり、この本読んだりして、あの感じたところで、あのこれをぜひちょっと強く進めていきたいなというふうに今思ってます。で、実際にその節電所にしていきたいんだけどというところで、まあ、実際問題課題があると、まあ、一つはその事業所として、まあ何したら効果的なのかっていうのは分かってないとかですね、あと切り替えるのは分かってるけど初期費用がかかるよっていう、明確な問題がありますよね。でうちがやってきたこととして、まあ、そのエスコ事業というので、エスコ事業ってもうご存知の方半数以上いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、であえてご説明しますと、そのエスコ事業者、まあ、今回で言えば私エコプラン付近になるんですけども、そのエスコ事業者はその事業者に見合った省エネの提案をする、そして初期費用を肩代わりする、まあ、ここがポイントかな。
で次、そして下がった電気代から報酬を受け取る。でその報酬っていうのは実際にかかったこの初期費用に加えて、まあ、事業者の利益ということで事業が成り立つっていうふうなことです。でただ特にご存知の通りエコプラフトではそんなお金があるわけではありません。肩代わりするといっても肩代わりするお金がないとダメなんですね。でその初期費用をぜひ一般に広めるという形で私たちはその市民ファンドというふうな方式を使って調達した。で1対1でうちが例えば1億円持ってるからって言ってその5000万円の設備をこう入れ替えるようなそういう1対1 の関係性よりも、まあ、より波及につながるだろう、特にこういう市民が参加する市民へのアピール力があるだろうということでこの事業を市民共同節電所としてやってます。ちょっと最後大まとめで市民共同節電所ファンドの仕組みということ でここ一般の、まあ、出資者、まあ、市民ですね。でここ匿名組合、まあ、会社のようになってるんですが、まあ、ちょっと厳密には違うんですけれども、まあ、エコプラン福井だというふうに思っていた。で一般の市民の方が、まあ、エコプラン福井に対して出資をして、そしてここで切り替え工事を行う。今回1号機2号機というふうに作りました。でここから3年から5年で大体初期費用分プラス、まあその、まあ、ここの配当利益分ですねが返還大体節電できるので、その分を月々に換算して返していただくと。そしてこの中から利益の中からその一般の方市民出資者への配当になるというふうな仕組みです。でカッコつけてウィンウィンウィンと書きました。まあ、基本的に損してるのは僕は北電だけだなと思ってるんですけれども、誰も損してないというか、きっちり節電できれば損しない仕組みだというふうに思います。なのできっちり節電できる設備をちゃんと調べてちゃんと使わないといけないっていう、そこの責任が、まあ、ここにはあるんですけれども、それさえできれば大丈夫かなというふうに思ってます。でこれはまあで、まあ、今年1年かけて、まあ、6月にそういうグループを組みまして、お店とかあとはそういう切り替えてくれる事業者というのを募集しました。でこれ結構新聞に載ったり商工会議所の中その開放誌とか載せていただいて、その関係で結構事業者からご連絡いただいて、でそれぞれの方からご連絡いただいたら応募してもらって、で証明診断ということでお伺いしていろいろ数数えたりどんなの使ってるか数えたり、でそれに対して設備の、まあ、交換の提案をして、提案に対しての見直しをかけて、それから切り替えの状況切り替えを決定したというふうな流れです。で一つ、まあ、めんどくさいのがですね、市民ファンドであるとめんどくさいのがですねここなんですけれども、全部の計画が出揃わないとお金を集め始めれないと。本来個別で1対1の会社でやっていくんであればそこができたらじゃあすぐ切り替えましょうってできるんですけれども、市民ファンドだとそれで全部が出てじゃあ全体でいくら市民ファンドとして集めるのかっていうふうなことになるので、その辺が結構もっと早くならないのっていう業者さんからのお話もあったりしたぐらい、やはりちょっと手間取ったところではあるんですけれども、まあ、その辺でちょっと時間がかかってしまいまして、9月から12月ぐらいまたまたとかかって12月にそういうファンドの募集をすることができました。でもう全て基本的に交換が終わってるんですけれども、今そうですね、ガルヤホト町の特に点灯式とかで新聞テレビで扱っていただいたので、こんな感じですね。ちょっと調子こいて載せてしまいました、はい、結構そうですね、本当にここ把握してるだけでこれぐらいなんですが、まだいくつか声かけていただいてたので、かなりいろんなところに載せていただいて、そのタイミングタイミングで募集だったりとかできたよとか、ファンドの募集も声かけていただいて結構ご連絡あって嬉しかったです。で結構これが事業所さん的にはプラスでして、こういうところで自分のところがやってるんだよとかです、まあ、NHK 出たのはこれ伊三郎さんだったんですけど、結構なんか声もあったらしくて、伊三郎とは言わないんですが県内家具店がみたいな感じなんですが、結構そこら辺が実はお金のプラスよりもあったんじゃないかっていうふうにおっしゃってました。で今後、まあ、ファンドの事業としましては3から5年ぐらい返していただくっていうことと、
それに応じて出資を返していくということです。で今回はそのファンドのお金と合わせてちょっといろいろ含めて銀行の融資というのもうちの方で受けましたので、そのお金2つ混ぜた形で切り替え工事を行ってます。で最後にどういう設備だったかというところで、ガリレモ友達って行かれました、行かれたことあります？なかなかうまいことさせてたなと思ったんですけど、前後結構変わってますね。ここは水銀灯だったんですね。でこれ全部、なかなかシャンデリアのような暖色にしました。やはり雰囲気出しとかですね、その辺も考慮して出しまして、この上がですね、間接照明で真上に照らしてるんですけど、これはかなり綺麗に出てるので、今までこれ1個で上と下両方照らすよみたいな、水銀灯を横に刺して上と下照らすよみたいな、結構無駄な使い方もしてたので、その辺も含めて一個一個をちゃんと照らそうっていうようなところでこういうスポットライトにしたことも含めて買いました。で一応ガレリアってイタリアのミラノにあるんですけど、こういう丸い提灯みたいなやつを使ってたので、そのイメージをモチーフにしながらこんな風な切り替え工事を行いました。で大体ですね、節電量年間6000kWh、稼働家50軒分って大体稼働家100キロぐらいなんですね。毎月使ってる量がちっちゃいアパートに2人で住んでるんで大したことないんですけれども、もううち50軒分の発電を賄えたので、うちの50軒マンションがあったと、マンションもそうだと考えたらガリアだけでも結構生きてんじゃないかなっていうふうに思います。でお店の方は今回この6個で行いました。で新宿サテライトっていうのはなかなか聞いたことないかなと思うんですけど、ホテル富士田、ワシントンホテルですね、を運営管理しているのが新宿サテライトさんでして、ここに間接照明がこのライトとですね、ここは言えば警備会社を運営しているので、もう20時間ぐらいずっと地下の部屋を灯してないといけないんですね。でそういうところで、これか、ちょっと待って、ちょっと可愛いおじさんなんですが、この辺のこういう直感の傾向等を変えたりしました。ですいません、でこれちょっと1個ずつせっかくなんでと思ったんですが、これ駅前のお店から順にっていうので、福洋さんの生地を売ってるお店でして、女性の方は結構ご存知の方多いかと思うんですけど、2階に洋服屋さんもあるんですけど、こういうダウンライトって埋め込み式のものを変えたりとかですね、こういうスポットライトを変えたりとか、で1階はこういうような照明も変えたりしました。これももさんって化粧品屋さん、これまた女性向けなんですね。こういうところの間接照明とかですね、こういう棚、ここら辺の棚の照明だとか、これちょっと美人のお姉さんが撮っていただいたんですけど、ここはですね、結構この後ろの方、今まで白い照明で間接照明照らしてたんですけれども、それを黄色い照明することで、かなりちょっと黄色ピンクっぽいような色なんですけれども、すごいお店の雰囲気にあって、お店の方にもかなり喜んでいただいて、前より良くなったというふうに言っていただきました。であとこれ西村コーヒー二宮にお店あると思いますが、あるんですけれども、ここは本当に全面全部買いましたので、ぜひ行ってみてください。何も分かりません、変わったかどうかが。同じようになった なるように変えたのもありまして、逆に暗い雰囲気にしてほしいって言われてたので、それはそれでちょっと大変だったり、実は一部料理を作る厨房の方は LED に変えたことで暗く感じると言われて、追加で足したりもしました。でそれはやっぱちょっと結構ですね、壁が黒かったりして色の反射がなくなったりとか、その辺も関係してるんですけれども、光の特性というのもうちもやっぱりつけてみないとわからなかったりしまして、その辺の問題も含めてありましたが、お店の店内の方はかなり喜んでいただきました。でこれ伊三郎さんなんですが、伊三郎さんは分かりやすくてですね、この直管だけを270本買いました。で1回分だけです。今度店内改装っていうのでされてますけど、234はどうも自己資金で同じような感じでぜひやりますっていうふうなことでお話を聞いてます。で新宿サテライトさんはそうです、さっきまで。でここも節電量なんですけども、大体全部6事業所合わせて 60% ぐらいで、これすいません、お手持ちの資料からちょっと数字が変わってます、計算し間違えてまして変わってます。
で削減量、これあの先ほどのガレリアのところよりも過渡期100件分でやってますが、あの倍ぐらいいきました。で全部で1000個くらい変えたんですね。で6店舗でも1000個なので、まだまだお金に余裕があればいけるなというふうなことは思ってます。で最後にちょっとファンドの内容ということで、正直ですね、あの福井でやってるファンドかなり特殊です。全国でも まだ福井でしかやってないような方式でやってます。去年いろいろ話する機会があったのでお気になっている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この適格期間投資家等特例業務という法律を使ってやってます。簡単に言いますと、適格期間投資家っていうのはこれはプロの投資家、銀行だったりとか、あとはそういう、まあ、証券会社だったり、そういう投資家さんが一口出資をするんです。今回の場合ですと福井信用金庫なんですけれども、一口出資をすることで50口までなら、50人までなら集めてもいいよっていうふうな法律がありまして、それを使わせていただいてやってます。で銀行金融機関が一口出資をするということがまだ全国で行われてません。今茨城とか東京とか山梨とかいくつかここぜひ真似させてくださいっていうふうなので声は聞いてるんですけれども、今ちょうど計画中で、まだなかなか、かなり全国的にはなかなか活かした仕組みでできてるなというふうに思います。で今回の節電書も同じような仕組みで、福井信用金庫からの一口の出資をいただきまして、41口募集することができました。で最後まとめ、成果と課題と今後ということで、成果課題、まず成果はまさになる、こういう市民共同節電書というのを、コンセプトにして、特にうちの理事の吉田翔司さん、皆さんもよくご存知かと思うんですけども、僕が今エコプラン入って6年目なんですけども、その入った当時からこういうことやりたいんだってのはずっとおっしゃってたんですね。でそれがようやく実現できたっていうことが、一つの、エコプラン福井としての成果でもありますし、そういう事例を作れたっていうふうなのがかなりかなり達成感を感じているところではあります。でそれを、できたということは、その CO2 だったり、コスト削減につながるというか、であとはそういうエスコと市民ファンドっていう2つの仕組みを使うことで、そういう市民が支える町の節電っていうのは達成できたのではないかなと。で、これ課題なんですけども、焦点の LED 切り替え工事は容易ではないということで、本当にリフォーム工事なので、元の通りにするということもかなり簡単ではなくて、実際はですね、お店立って10年以上経ってるお店がほとんどなので、最初の図面が全く役に立たないんです、ね、電気の設備がもう条件から変わってて、数を数えることすらずれて合わない合わない合わない、で径が合わない、なんかここに電気足されてるとかなって、正直失敗した部分もいっぱいありまして、お店さんにもご迷惑かけたりした部分もあるんですけれども、そこはやはり容易ではないなというふうに思ってます。で今後どんどん広げたいって、そんなこと言いながら広げたいんですけれども、まだちょっと時間ありますか、ね、まだいいですね。オフィスなど40型蛍光灯を中心にって書いたんですけど、正直ですね、これならなんとかうちでもやれるぞじゃないですけど、問題少なくやれるなっていうふうなのがやはりありまして、ちょっと持ってきました。皆さんね、 LED のこういう直感の電球って見られたことありますか。今ちょっとつけてますので、これは普通の蛍光灯です。これと一緒です。こっちですね。これはたまたまなんですけど、スイッチがついてまして、こんな感じで、一応同じ中白色っていう色を持ってきたんですが、少しなんかこっちの方が色がくすんで見えるのかなとは思う。これだ、玉の特性でもあるんですけれども、LED って結構ピン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 って玉が出てるようなイメージが多いかなと思うんですが、こういう缶に入って、ここら辺のこの、ポリカなんですけど、ガラスじゃなくてポリカなんですが、こういうポリカのかなり製造も良くなってきたらしくて、こういうある程度ぼやっとしたふうに見えるように変わってきたということで、消費電力はだいたいこれですと、これちょっと嘘つきますが、これ普通の電球ですと 40W なので、大体安定期含めて 45W ぐらいで一番計算してるんですが、そ
それが LED になると 20W になりますので、まあ、約半分以上は節電できる。で、ちょっと嘘ついたというのは、これ HF 管って少し細いですね。で、正直ですね、これ 30W ぐらいなんです、細いやつ。ここもそうなんですが、最近のオフィス、この HF って書いてあるやつなんですけど、これがかなり新しいオフィスが多くて、これは LED になってもほとんど元取れないんです。5年で元取れないんです。で、10年ぐらいかかれば元取れたり、あとはもう少し、なんて言うんでしょう、結構共同購入して安く仕入れてはいるんですけど、まだ安くはなってくるので、まあ、これからであれば可能性はあるのかなと。あとはやはりこれも10年ぐらい経てば安定期がダメになりますので、その辺の切り替えのタイミングで LED にすると効果的かなというふうに思いますが、まあ、今のところ実際10社ぐらい声かけられたオフィスの中でほとんどダメだったのがやっぱこれを使ってたところなんです。で、あと僕も結構いっぱい計算しましてよくダメになったのが、さっき高井さんのお話でもあったそういう業務用の契約をしてて、だいたい重量タンクが10円ぐらいの、一般のお家だと20円ぐらいですよね。でそれが10円ぐらいの単価のところだと、まあ、これも限りなく厳しいでした。だから結構冷蔵庫使ってたりとか大型機械が入っているようなお店だと、また節電所としてなかなかウィンウィンウィンでいかないので、まあやりやすいとこからまず順番にやっていくっていう意味で、一般のそういう高圧契約してないようなオフィスだったりとか、そういうところからぜひやっぱ進めていった方が無難か、うちの、まあ、実績を増やして、ノウハウを増やしていくっていう意味でも無難かなとは思ってますが、いくらでもまだまだそういうオフィスもあると思いますので、ぜひご意見いただければなというふうに思います。確か最後はご清聴ありがとうございましたになって、今ちょっといろいろ言ってしまったんですけれども、うちとしては例えばですね、公共施設とかやりたいなっていうふうに思ったりとかですね、例えば病院だったりとか、本当に長く使っているところいっぱいあります。で、今回やったそういう警備会社の部屋とかずっとつけているとかですね、非常用の電源、緑色のあれですね、ずっとついてますね。どうも LED の業者さんはあそこばっかりを交換するような、そういう営業をかけたりもするらしいんですけれども、まだまだここでいっぱい使ってるよっていう情報あるかなと思いますし、例えば街路灯とか、まあ、どこまで割に合うのかっていう話にもなるんですけれども、そういうアイデアぜひいただきたいなと思いますので、僕としてはこのメガワットっていうこの節電所っていう考え方とともにぜひ広めていきたいなというふうに思いますので、ぜひご意見いただきます。ありがとうございました。加藤博さんの講演は終わりました。これからは質疑をお受けする時間ですが、私と加藤さんとの話の中でこれ以後は講演者直にざっくばらんにご質疑を受けるということで、もう私の役はこれでやめちゃいます。それと部屋が小さいのでマイクを置かせてもらっていいでしょうか。はい、聞こえると思います。ということで、先生よろしくお願いします。すみません、ぜひちょっと もちろんご質問を含めてお願いします。とても、なんか期待できるなと思ってます。応援したいなと思ってまして、ただ最後にありましたよね、広げないといけない。例えば市民ファンドを使ってますので、ね、言えば、まあ、例えばリスクマネージャーとしてはね、自信なんですよね、だから地震が一度起これば小さい事業だけだと一発で配当払えなくなる。でもこれがあっちこっちにあれば地震は同時に起こらないし大丈夫だと。全国展開を早くするという意味では、先ほど拝見しててね、まあ、環境デザインっていうかね、もうちょうど古いものを変えるという時にこれはすごくうまいんだという展開をしてほしい。でそのためには費用、資本がいる、資金がいる。県内はね、私は、150軒ぐらい住んでる団地に住んでる。街灯があるんですよね。で、1個買えるのにね、5000円とか1万円とか、ね、40ワット買えるのにかかるんですね、登ったり。で、今ちょうどその街灯を LED 化するときに補助金が出るんです。で、3年内に上限があるんですけど、この間も総会で話してたんですよね。
LED は直下が強いけども広がりが弱いですね。だからかといってその全額補助金というか上限があるんで、一本置きに LED 化する。あで、あの資金的にもいけるんで、そういうふうなところへ行けば、あの郊外にはいくつも団地がありますので、それを売りに行けば一挙にね。あの普通にそういう総会でいろいろそういう話しても、なかなかうんと言わないんですよね。だから、まあ、もうちょっと努力していただいて、あそこの団地もここの団地もやってますよってなれば一挙に行くんで、そこで資金を使って稼いでもらって、ぜひ早めに全国展開を福井発電してほしいなと思ってます。はい、街頭は本当に外の街路と、そうです、ま、高さがまあ20メートル以上ありますよね、はい、ぐらいか。あ、うん、それもあの電気は安いんですけどね、本気得ると買えるの、買えにくい、買え賃ですよね、買え賃がすごい高いんです、ね、で自治会長とかやってるといちいち電話して、あ、誰かが文句言ってチカチカしてるよってこういうの読んでお金払って、これ LED にやってもらうとその手間がない上にトータル10年ぐらい経てば多分、今上限ありますけども、あの集中的に福井市島で、堺市はなんか補助だったり、福井市も補助は ありますね、はい、だから町内に対して、うん、そういうなんか売り込みの方がそのみんなあの心配するんですね、どれぐらい金がどうなるか、明るさがちゃんと担保できるんか、その辺をノウハウを売りあのつけて頑張ってください。わかりました。ぜひそれで1個モデルができると、今回もそうですけど1個実績ができないとやっぱり何とも言えない部分があったと思うので、節電所ってすごいビジネスモデルだから、まあ、しかしネガワットの人がいるから組織は取れないんですね。そうですね、モデル、はい、早くやるか。ありがとうございます。はい、お願いします。鯖江市の小石町って僕が住んでるところなんですけれども、ここはもう来年度のところで、はい、町内の街路灯全部あの LED に変える1年間で変えるっていうふうに紹介でこの前決まったんで、あのぜひなんかまた参考に。わかりました、うちの実験都市になるかもしれない。朝鮮市長、鈴木さんもいるところです。ありがとうございます。そうか。結構そう、街路灯はやはりかで、街路灯に強いあの LED のメーカーっていうのもやはりありまして、それはあの藤原さんとかから教えてもらったんです。今日はいらっしゃらない、さっきまで、あのはやっぱあるみたいで、かなり遠くまでも行けるようなやつは出てるそうなので、あと本当にコストの問題ですね。それがどれぐらいか。お計算をして10年経ったらこうなりますよって、今3年の補助金こうですよって言えば、自治会長は説明しやすいです。うんうん、そうです、ね。ものすごい数の自治会長です。そうか、自治会長を口説くのに。自治会長が地元の方を口説くのに使えるっていうことでもあるわけです。自分の、そうです、そうです。そうですね、はい。自分の手間も減るしと。別にそのどこどこならいいよだけの話じゃなくてもいいですけど、ね、どこどこだけいいよの話なんですけど、はい、あの今の自転車を利用していて、夜あの福井駅の駅の下のところの駐輪場がやたらめったら暗いんです。はい、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 結構福井駅でも鯖江駅でもそうなんですけど、駐輪場とかの夜のあのあれは直感なのかとか、ああいうのを多分 LED に変えて、あの明かりをきちんと灯して、ね、結構切れてる感がああいうのって、あ、そうそうそう、そうなんですよね。そういうのが寿命が長くなると使い勝手が良くなるんじゃないかな。これはあれです。パートナーシップ。安心安全あの今回のアーケードもあの安心安全の防災の方の補助金を経産省から3分の1商店街にいただいて、所持金1500万ぐらいの事業費で1000万ぐらい国から補助金いただいてっていうようなところなので、そういえばどちらかといえばそっちの方が大きい話なので、あのそれと合わせてぜひちょっと駐輪場、結構今やっぱ駐車場のずっとつけてるようなところも、あの事業所さんが自分でやってるっていうような話は聞くので、もっとそうですね、行政がやってるようなところとか。わかりました、ありがとうございます。
ぜひパートナーシップです。県とかね。ですね。いや最近もあの雑談みたいであれなんですが、最近やっぱウェバーカーみたいに歩いてまして、あれなの。で正直ですね、これあの都会のデパート行ったらいくらでも買えるなと思うんですけど、あの今日ちょっと持ってきたんですが、あのこういうこれも交換にあのこれだ安定器を外すっていう工事が必要なんで、あのその辺の工事はやっぱいるんですが。あの先ほど盛況でもあのスポットライトをいろいろあの切り替えてるっていう話で、 これたっちゃんアイリス大山の製品なんですけども、これですね確か6ワットぐらいだったと思うんですが、それで 5.7 ワットで、これでだいたい85ワットのピン型のハロゲンランプとか こういうやつですね、これはだいたい化粧あの宝石屋さんとかにガンガンこうついてたりするようなやつなんですけど、これあのただ玉交換するだけなので、あのこんなん持ってる、それは本当にデパートってのはいくらでもあって、都会行くとこれはそれこそ県外に売りに行けるなと思うんですが、まあ、できればまず地元でいろいろ自生作ってからってのは思いますので、さっきね私の発表の時に石田館でね、照明を LED で展開してる、はい、あれね福井工大の谷崎先生だったかな、谷内先生と一緒にやらさせてもらってデザイン、石田館の中の照明なんかも学生さんがデザインしてるんですよ。だからそういうデザイン系の人、なるほど、一緒になってやればかっこいいものにするんだと、節電だけじゃないですよ、そうです、かっこいいものになりますよ、ちょっとがやっぱりねこれ本当によく分かんないんであれなんですけど、地味にがっちり進めていく部分と、やっぱりあの印象的に象徴的に進めていく部分とって、やっぱあった方が事業としては進むだろうなと思いますので、でも日本の建物って直接照明が多いんで、外国の人はやっぱり間接照明が好きなんですよね。そうですね、こういうものに行かれるときに間接照明に切り替えませんかとか、そういう付加価値付けで正直ですね、これ愚痴でも何でもないですが、お店さんでいろいろ変えた時にその照明の本当の専門家の方に一緒にアドバイスしてもらって、こういう風に変えるとお店の照明もっと良くなりますよって形で言ったんですが、結構ですね、いや今までのままでいいよ、そのまんまにしてよっていうお店がすごい多くて、でここら辺がちょっとうちが勝手に夢を描いてたモデルと違ったところで、そういうお店をうちが見つけられなかったっていうこと の課題でもあるんですけれども、ぜひやはりその辺どうやってそういういいお店と探していけるかなっていうふうなのは今後の課題だなと思います。桜作ったらいいんですよ。桜ちょっと安売りして、そこの家がやったらうちもやらないといけないっていうことになるから、あえて一軒ずつ、いや片町の飲み屋で一軒で、そうですね、作るのがいいですよね、浄水の距離も安くできるから安くできます、エルパのショッピングセンターも同じで、今ベース照明その国のお金の補助金使って1億円ぐらいですね、あそこは一遍に今ベース照明が LED に変わってます。でやっぱり知ってる人はで、その補助金見ると半分以上 LED って全国でやっぱり設定変えてるって事例はあるんですね。ただ残りの補助金のお金が行政から出てるのがほとんどで、そこを民間がプッシュし後押ししてるっていう事業はやはりほとんどなかったので、そういうところぜひ行政のお金じゃないっていうことが価値としてあるかなと思うので、せっかくこんなウィンウィンでできるならなおさら民間がやるべきだと思いますので、もう時間です。はい、はい、はい、使われるのは補助がないとなかなか今 LED にしても価格的にできないですね。それはアーケードはまあなんせ金かけてしまったんです。デザインっていうかその全体のデザインを込めて玉を改めて作ったりしたので、普通の事業所でこうやって交換するだけなら補助金とか全く必要なくて、今の安くなった分の LED の金額で十分5年以内でだいたいペイはできますので、その外でやったのはあえてその象徴を見せるために補助金をがあるという想定も含めて少し派手にやったという。宣伝効果はそっちの方があるんですか。そうなんです、そうなんです。それは
さん、君のさんで、いろんなことで使えたりするので、はい。金沢さんの LED が入らないとこちょっと。そうですね。で、そのか。街づくりに絡めて、はい。そうですね。あれ、金だけ変えるっていうのはアルミ缶としてはないけど、金だけね、バルブ、LED だけ変えるんじゃなくて、はい。多分これごとってことです、ね。ですね、今回は基本的にこれはもともと使ってるやつを使いました。蛍光灯のものをこの裏で工事して安定器だけ外すっていう工事をして、この玉だけ新しく付け替えるっていう風な工事をしました。で、正直この器具ごとやると高くなってペイが5年ではできなかったりするので、ちょっとその辺はメーカーさんとしては器具ごと変えた方がいいよというか変えるべきだっていう論調もやはりあるので、まあ、ちょっとその辺で来年度っていうかこれから4月からどうしていくかっていうのは切り替えたいっていうお店さんというか事業者さんとの相談でもあるかなと思って、そうです、寿命というか、はい、ここ、まあ、正直この引っ掛け部分使うだけなので、まあ、よっぽどボロいやつは新しくもちろん変えましたが、その辺は電気屋さんに見てもらって帰るときに大丈夫かどうかというのは一応チェックはしてもらってるっていうような形で進めました。5分前でいいですか。やった。この休憩時間です。いいですか。あとこんなことなんですけど、去年福井市の中小企業に対しての設備投資の補助金というのでいくつかありまして、うちはLED のこれ、まあ、ファンドでやるのでっていうのがあってちょっと乗れなかったりしたんですが、そういう今年度もどうもその商工価格関係の方からそういう設備投資、省エネに対しての設備投資の補助金とかっていうのもあるそうなので、これ大企業でやるようなことでもない、大企業はもう自前のお金でぜひやってくださいっていうふうな思いがありまして、ファンドの配当とか比べますと自前で銀行からお金借り入れた方が金利安いんですね。正直こっちのやり方でやる方が高くなるんです。なのでまあ、初期費用かからないならいいよぐらいに思ってるぐらいの中小さんからぜひこの事業は向いてるのかなっていうふうには思ってまして、ぜひ僕は来年はちょっとこれにかなり仕事の時間も割いて頑張っていきたいなって思いますので、また今日に限らず何かお話ありましたらぜひ言っていただければなと思います。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。それではエコプラン福井の加藤博さんによる講演を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。